これあの、報じているのが読売新聞だけなので、えっと、本当に <laughs> あったのかなというのがよく分からなくてあの元からあの橋、橋本とか作った側からのプレスリリースみたいなのが今のところ見当たらない話なんですけど、これ何かというとあの、国立情報学研究所 NII という組織があって、そこと東大が、えっと、生成 AI による誤、まあ、情報とか問題を 解決するために研究グループを発足させたというニュースですね。これが昨日の3時の時点で報道されてます。で、えっとまあ、小規模ながらも国産のその独自の ai モデルを開発してで今その。<laughs> まあ、トランスフォーマーみたいなやり方はあの公表されてるけども、どうしてうまくいくんだとか、なんでこんな問題が起きるのかとか分かってる人が誰もいないというブラ,ックボブラックボックス状態になってるので、それを解消してあの、もっといい AI を作るということを目指すよということを宣言してます。でえっと、研究者70人ぐらい集めてやるとかなんか言ってて。うん 時にはそういうモデルを作ってあの原理のところから把握して改良するってことを目指していきますよと言っています。あの NII と東大だけじゃなくて、はい、東北大とか理化学あそうですそうですそう NTT などはいはいあります。はい、結構大規模な組織にまたがそうですねるはい。 70人ですかその前の,あの5月頃から勉強会っていうのは開催してたみたいなんですよ NII が。でその時東北大の乾健太郎先生とか呼ばれていたので、はい、やっぱりその道の、えっと、一番トップのすごい方々を集めてるなという感じがしてますけど、うん、富士通と東北大等で富岳で大規模言語モデルを作るっていうニュース先日紹介しましたよね。うん、そのグループとも 何か関係してるんでしょうかねああ、かもしれないですね。うん、えっと、だから、詳細情報はあんまり分かってないということなんですね。今そうなんですよ。これ、ここから何か辿ってくるかなと思って検索したんですけど、そもそも組織の名前すら分からないですね。研究グループを発足させたって書いてあって、うん、<laughs> なその名前は何とかいうのも分かんないですよ、ね。まあ、日本でもねこう、そういう大規模言語モデルの研究、生成 AI の研究をやっていくっていうのが、なんかすごく。 あのホットになってきてるんで、うん、多分国の、ね、予算とかもついていくんだろうなと思うんですけどね、うん、これからも。うんまあ、それにた応募する形でいろんなプロジェクト立ち上がると思うんですけども、うん、それ先だってそういうニュースが出てるっていうのは一体どういう背景のものかっていうのがちょっと、うん、そうなんですよね。NII 本体からプレスリリースが見当たらないのに、なんで読み寄りが先に報じてるんだろうってもよくわかんない状況で。はいうん はい、n i i が中心っていうわけでもないんですか中心みたいです、あのトップが黒橋貞夫先生なんですよ、はい、このグループのトップが。うん、ということは、は n i i の、えっと、一番トップですからね。 所長なので、所長が自らグループリーダーを務めているという、そのぐらいの意気込みでやっているということですね。ち、うん、なみに、えっと、この3月までは、喜、え、連、っと、川勝先生が、えー、所長だったんですが、えー、任期が満了して、4月1日から黒橋先生に交代しているんですね。うんで 黒橋先生もいずれにしても人間と AI の本格的な共存の始まりであるというふうに今の時代を読んでおっしゃっているので、とても先進的な考え方をされているということで。えーうん、なのでこう、いい方向に雰囲気が変わるんじゃないかなというふうな期待をしてるんですけどね。いや、愛もね。はい <laughs> あの。あのとか言っちゃあ,あれなんですが。<laughs> <laughs> だってあれでしょうあのトーロボ君って N N I が N N I がやったプロジェクトなんですよね。まあ N I I はね量子コンピューターとかもやってるしもしかしたらそういうのと絡んだりはしないのかなっちょっと思ったりしました、ね、ああそうですよね。まあ、なまェーズが。うん、これ言っていいのかどうか知らんけど今僕今までいや僕これよく知らないから。 NII っていうのがなんか AI の足を引っ張るあの <laughs> 感じしてました。<laughs> でも代表的に日本の足、ね、AI の足を引っ張る組織だと僕は今まで思ってたから。<laughs> いや実は私もそんな印象ってました。<laughs> それが今みたいな、ね、方向を、ね、180転換したいの。 なんなんだっええ、期待が持てるなということですよ。<laughs> いやいや、そんなことはないですよ。前の所長もなんかすごい。えー あの前向きな。あ、きつるや先生はそうですね。だったんですよど。だから、すべて私の誤解ですね。<laughs> まあ、いずれにせよ、これからもっとか気づくといいなということですね。だから、日本にもちろん頭のいい人たちはいるんですが、ね、ただ今までその。 AI のアルゴリズム開発のメインストリームに日本があんまり貢献できてなかったっての、ね、は、やっぱりちょっと見てる方向がずれてたんじゃないかなというのはあるので、まあ、これからちゃんと軌道修正して、本当にど真ん中を見るようになれば、うん、どドーんとこういい勢いでいけるかもしれないですね。うん それはね、やっぱり基本的に、ね、ディープラーニングをどう見るかってことで、うん、まあ松尾先生なんかはね、ああのまあ、非常に積極的に見てはったんやけど、それが、えー、全人工知能学会というようなレベルでいくと、今年知りませんよ。でも去年の,あのインタビューの感じからして、首脳人からして非常に後ろ向きだったもんね。うん <laughs> そうまあ、どううでしょうかね。<laughs> まあ今、だけど変わってますよ、もうみんな前向き、知、うん、してる状,状態になってるんじゃないかと。 うん、古いこと言うと、あの日本ってまずあの第2次ブームの時に第5世代コンピューターっていうのをやって失敗してますよね。うん、で、あれは本当に、えっと、あのとあのブームっていうのはエクスパートシステムみたいな異風分の塊みたいなのがブームだったんで、それにブームに乗ってやったんですけど、その頃福島先生って方いらっしゃって、あの方、ディープラーニングに目をぽっぽいやり方に目をつけてたんですよね。だから今振り返ると結構、福島先生みたいなあんないい先生がいらっしゃったのに、第5世代なんかやっちゃって残念だっ いやいや、それはね、<laughs> それは今から言えばそういう言い方でい、それ今から言えることじゃない <laughs> その時はやっぱりその時代の最先端だったし、日本、うん、が先を突っ走っているという感じあったと思いますよ。うん、で、それで成果は出たと。うん、そ、ね、う思いますよ。ね、使う人がいなかっただけなんですね。うん、えいや、成果は確かに出たんですよ。ただそれを使って何かやる人がいなかったんで。やる人がいなかったっていうよりまあまあ、まあ、それは。 いや、学問ってそんなもんじゃないですか、必ず一直線進むと限らないから。まあ、限界が見えたみたいな感じでしょうかね。だから、あれで厚物に懲りちゃったってところがあって、その先あんまり次のステップに行かなかったってうん、いや、それが大きいと思うね。厚物って、特に政府がね。だって政府がね、非常に乗り気だったわけじゃないですか、あのんうは。いやいや、まあ、それもそうでもないですよ。やっぱり最近もあれでしょ メタバースとかウェブ3とか、うん、あね政府が旗振ってやってましたよね。<laughs> まあ、そういうある方,方向じゃないとは思いますけども、うん、まあちょっと厚物 <laughs> という感じですよね。ちょっとやり、なんか旗振りすぎかなぐらいのイメージを私は持ってたんですけども。なんか旗振りすぎてはよくないんじゃないですかね、<laughs> 政府がね、うん。いやいや、だけど、それにはその周りにね、 なんか参謀となるような人たちがい,いて、まあ、その人たちの意図でなんかそういうのを回そうとしてるんじゃないでしょうかね。どうすりゃいいのかっていうのは難しいところですね。うんうん、結局どれが一番いいのかっていうのは誰にも見えてないですし、うんうん、正解はない話ですからねやってみないとわからない部分も多いですね。今 AI に向いてるというのはちょっといいことなんじゃないですか。そ、まあ、それれののせいでね、うん、それ以外の部分が なんか大ざりになってしまってるっていうところも不安ですけどね。うん、一点張りしすぎると、集中しすぎると。確かに次になんかオープンアイあたりからすごいものがドーンと出てきて、ああ負けたってみんななぎ倒されて終わりみたいな、そういう結末もありえますからね。一点張りちょっと怖いっていうのは確かにありますね。うんうん、あだ,だけど <laughs> まあ いいことじゃないですか今ます、ね。まあいいことだと思います。はい。成果が見え,見えてきているところ、うん。いよろいよ日本からもなんか出てこないと思いますよね、うんで。我々もちょっとなんか予算獲得して。<laughs> <laughs> おこぼれに預かって、やりやり流れに乗っかって、はい。できたらいいですね。ですね。はい。はい